演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ドリーミーマーケットといったマサラダを食べたいと思います。ペリヤキとカルナドのマサラダの2種類ですけど、今回タラオを2種類やるのが結構特徴的な気がしますね。ではでは、いただきます。まるでハンバーガーの具材ですね。からパンが欲しくはならないか。シャキシャキしたキャベツと卵がとっても美味しいです。照り焼きは味はしっかり照り焼きの味なんですが、ほぐしてあるのがちょっと違うかなと思います。こちらの照り焼きはかあれほどかぶりつく方が好きなので、そこがちょっとマイナス点としてこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。